出たー、有効エッジ152、有効エッジだよ。指2本。あ、本当。うわ、もうこれかなみたいな。始まりました。はい、皆さんおはようございます。トリックサバッケアトークです。ということで、毎日試乗会が続いていますが、今日は内緒のリブの試乗会をするということで、小杉君、ひかりさん、よろしくお願いします。そして、ひかりちゃん、お願いします。お願いします。それで、ライダーの隼人、よろしくお願いします。ということで、これでやりたいと思うんですけど、小杉君、この間やっぱ展示会で見せてもらったじゃないですか。はい、衝撃的なラインナップでしたじゃないですか。まず、キャンバーがボーンと入ったでしょ。はい、それで、オルカも、はい、今年のオルカと来年のオルカと違ったじゃないですか。そうですね。ね、あれが本当なのかっていうのは僕マービンの性格上信じられないですよ。僕もそうですよね。でもやっぱりそこら辺はやっぱり僕たちはやっぱそれをちゃんとチェックしたいというもので、今日はいわゆる今シーズンモデルと来シーズンモデルの乗り味の違い、マービンマジでキャンバー作ってるのかとかマジで変えてきたのかっていう、そこら辺をライダー目線と、もうこのね、もうずっとねリボやってる小杉君目線とこのリボ親父目線で見ていきたいと思うので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。でまずはじめにやっぱり一発目はこのじゃーん、ナックモダムのオルカだと思うんですけど、はい、オルカはね、小杉君今年去年やっぱ全然変わってるんですよね。変わりました。それで去年まではまあ普通のいわゆる C2 だったんです、はい、それが今度は表記されてるのはオルカ C2 になったじゃないですか、はいはい、オルカ C2 ってどういうことかっていうとこのダブルキャンバーの位置がこれガーッとセットバックしてるんですよ。でこれ本当なのってことで、今日来期のこのオルカと小杉君の方に今期のオルカこうやって持ってきます、はい、これマジかっていうことですよね。これ本当にどうなんですか。まあちょっと比べてみましょう。はい、比べましょう。見てみましょう。ちょっと待ってください。はい、いきますよ。はい。この形状がね、ちょっとわかるかな。これ表がニュー、はいはい、裏が今期ね、はい、新旧です。これね、特にノーズの方見てもらうとわかるんですけど、あ、ここ全然違うじゃん。上がってますよね。すごいすごい。要はぴったりこれですね。C2 が後ろにセットバックしてるので、前足のキャンバーがこうちょっとゆるくこう楕円になってるんですよね。なるほどね、なるほどね。そうするとこう今までクイってなってたのが、うわーってうわーっとここがこうやって結果こう、あ、全然ここ違うね。ノーズの上がりが違います。お、これは違うよね。なるほど。はいはいはい。これ乗った感じ多分違うと思うんだよね。変わりましたね。これ全然違うよね。ね、見てばかりじゃん。これ乗り心地がどうかってことですね。そこ。それこれはいわゆる C2 ですよね。はい。それで一番問題ここかと思います。はい。今まで C3 っていうそのハイブリッドのトリプルキャンバーが、なんかキャンバーです。キャンバーですよね。いわゆるドキャンバーですよね。それがこれが今期のリブリグは C3。それでこの裏にある。これは来期のリブリーなんですけど、これキャンバーですよね。キャンバーです。アーリーライズですね。この差がどんな感じかっていうのを、これまた比べてみてもらいます。これはね、置いてもらうと、これは上が今期の C3 なので、お腹がまあ低いですよね。C3 ってはこうあとこうやってこう下がるわけです。真ん中下がるんです。ここのとこね。低いので比べるとやっぱここがパカパカなんですよ。マービン作ってる、ちゃんと作ってる、マジやばい、ちゃんと役分けてる、マジか、本当、小杉君これすごくないですか、やば、ここまでできるんですね、ね、できるね、俺絶対嘘だと思ったんですよ、できるんだ、できるんですよ、全然違う、全然バカバカしてる、おお、本当違うんですよ、本当だ、これはね、違う板になっちゃわないですか、なって、うん、だからこれやっぱ乗り心地違うと思うんですよ。これはやばい。それで次にやっぱりみんなの人気はショートワイド、これも難しいと思うんだけど、ショートワイドジェイミーのショートワイドで、これも C3 が来年キャンバーになってるんです。見て来期のショートワイド、やば、かっこいい、90点、モノクロでかっこいいですね。はい、それに今期の C3 のショートワイド、やっぱちょっと違う、パッと見て本当一緒だから思ったけど、やっぱ違うんだ。ちょっと変えてますね。ここのとこ、ほらえ、こんな細かいことできんですか。下手ってる。今なんか言った。下手じゃないですよ。違う。何を言ってる。全然ですよ。で、まだ乗られてない。ほら。ほとんどうちの一休さんが買って腰痛めちゃった。もうありありですね。それでもうね、泣くも黙るドキャンバーのこれごめん、俺ちょっと自信ないな。もうこれ早くお願いしますよ。やばー、かっこいい。やばいグラフがもう。いや、小杉君、こっから見て、もうこうでしょ、もうこっから見て、こう、ちょっと見て、もう見てすぐ分かる、あ、もう、もう、どうですよ、どう弓みたいになっちゃった、これ、すごくないですか、これはね、隼人、頼むぞ、お願いします。それでちょっと君たちにはちょっとまだわからないと思うんですけど、ほら僕とか小杉君しかわからない恐ろしいボードがあるんですよ。来季ね、もうインスタでガンガンもうみんな出してるんですけど、これね、昔からダグボーイってやつがあるんでしょ。じゃん見て、俺の身長がでかいんですよ。俺こうですよ。で小杉君、これ最近インスタバリバリ出てるんですよ。すごいですよね。もうやっぱりアメリカのみんなこれで、僕もこれやっぱ分かんなきゃいけないということで、これを載せてもらいたいと。はい、シグナスです。これはね、小杉先生も乗ってもらいたいという。いただきます。これなかなか乗れないですよね。これは乗れないんですよ。もうブランドの人でも乗れない。これだってさ、すごいんだよ、値段が。とりあえずこれも乗ってもらって、これだって全然知らない人に試乗会に乗せるような、そんな勇気ないですよね。そうです。まあこういう今日これ乗ってもらって、ここら辺の違いをみんなで感じてみたいと思いますね。よろしくお願いします。お願いします。さあ行きましょう。はい、それ。もうこの瞬間にノーズの上がりが全然違う。はい、まず一発で行ってきたんですけど、今のオルカとニューオルカ、本当にカタログ上の違いって分かんないじゃないですか。あれ本当に嘘かなと思ったんですよ。小杉君、全然違いましたね。びっくりするが違う。本当にこれね、わざと同じビンディングを同じセッティングで同じ長さで乗ったんですよ。で、ひかるちゃんも乗ったよね。はい。全然違うよね。セットバックしたかなぐらいの。いや、もう本当そうなんですよ。こっちがセットバックしてる感じなんですよ。ノーズが長く感じる。やっぱりキャンバーの位置が違うって感じ。そうですね。迫力も全然違うんだろうなっていうのが、もうゲレンデですぐ分かる。はい、今度はひかるちゃんにニューオルカ、それで俺が現行のオルカ乗ったんだけど、2つ全部一緒なんですよ。全く一緒のセッティングなんですよね。そう。でも違うよね。全然違う。ノーズがこっちやっぱりセットバック感感じるでしょ。はい、思いました。だからやっぱりノーズの上がりっていうのはやっぱ全然違うよね。だからさっと上がってくるでしょ。ノーズが長いのかなと思っちゃったぐらい。本当全く一緒なんですよこれ。よくなってる。ね、だから本当にフリーだし、下手にセットバックしなくていいよね。そうですね。する必要なし。ね、全然だからドセンターでパウダーもいけるし。だから逆に言うとバランスよくいけてる。パウダー入ってみたんですけど、こっちよりもこっちの方がもうそのまんま突っ立ってる感じ、勝手に浮力を出してくれる。だからオルカ持ってる人だったらば、来季のオルカと今季のオルカで乗り違いで、この乗り選べるっていうか、シチュエーションによって選べると思うんですよ。これがオルカか。そう、俺がオルカ。これは売れるわ。やばいって思いました。隼人にオルカを乗ってもらいました。どうだった？いや、なんか今季モデルと乗り比べたんですけど、やっぱりこのノーズがこんな感じですね。上がるでしょ。上がるでしょ。違うよね。明らかに違うよね。全然違います。いや、俺は個人的にはこっちの方が好きかな。あ、本当？それで隼人さんぐらいの年齢が乗ってもやっぱ面白い。やばい、めちゃめちゃいい。人気な理由が分かりまして、なるほどね。グラフィックもかっこいいし、なんかカタログ上で見た時にどうなんかなって思ったけど、本ちゃん見るとやっぱ本ちゃん全然違うよね。全然違いますね。うわ、やばーってなります。前のティティフィッシュと今度ジェイミーをお腹合わせをしたんですけど、これちゃんとのテールぴったり、ノーズぴったり着ててきたり、これですよ。これどんだけ開いてんのか。指2本。こんなんですよ。小杉君、これ大丈夫ですか？乗れんのかな。はい、小杉君にジェイミー乗ってもらいました。どんな感じですか？これはですね、やっぱ最初滑り出しは、低速はすごく難しいな、これ曲がんねえかなって思ってたんですけど、だんだん高速域になってきたらすげえ頼れるんですよ。なんかスピード出してなんぼですよね。結構曲がれるし、でやっぱりそのいつものマグネットラクションのガツンって入るターンじゃないんですよ。だからスムーズに入ってって、こうラディアルの大きいターンっていうのが本来のスノーボードのね、気持ちよさを感じますよね。ナンバーの感じはね、すごくいいですよこれ。俺若い子に乗ってもらいたいですね。ですね。ね。そうです。いやー、めちゃめちゃいいですね。あ、本当。めちゃくちゃいい。ドキャンバーだから安定性が、安定性あるし、蹴れます。全然思ったよりもいけますね。いける？いけます、いけます。あ、そう。あ、そう。全然いけます。すごい、もうね、みんなでやさ、もうついていけないから、まあ、頑張ってたから。でもいいね。いや、めちゃくちゃ良かったっす。あ、本当。いや、もう、これかなみたいな。あ、本当に。もう全然普通に回ってる。全然いい。やばいね、でも、グラフィックが。やばいっすよ。超かっこいい。いや、すごい、まず最高。ひかりちゃんもこれ撮ったでしょ。はい。レスポンス最高、オーリーも最高。うん。あ、そんな感じ、そんな感じ、間違いない。はい、僕とひかりちゃんの乗ったのはこのね、ショートワイド。今のショートワイドと新ショートワイド。僕だとそこまで、例えばさっきのオルカの違いとか、あそこまでの大きな違いは感じないんだけど、やっぱりショートワイド乗りやすさってやっぱあって、やっぱり新しい方がテールが若干硬いかなってぐらいに感じるぐらいです。一番分かりやすかったのは、まあ、そういう乗り方するかは別として、もう結構ノーズをグワーッと上げるようなこのテールプレスの動きをこの両方ともやってみたんですけど、こっちの方だと結構グーンとこう残ってくれる感じ、だから上げようとしてもまあここまでキャンバーが耐えてる感じで、キャンバーがグイって耐えてるっていう感じのプレスができて、こっちの方はグワーッとノーズが上がるような、やっぱり C3 はギュッと変わる。逆に言えばこっちの方が耐えれて、こっちは上がっちゃうかもしれない。調整が必要です。その差なんですよね。だからこれもやっぱり乗ってもらった方がいいと思うし、今までショートワイドの私は比べるとよくわかる。小杉君の方はリブリグの来季ですね。はい。どんな感じですか？ですね、今年のも僕乗ってるんですけど。普段から小杉君はリブリグ乗ってくれてますから。全然違います。やっぱり来季の方がもっと身軽っていうんですかね。すごい自由度が高いっていうか、でもともとリブリグってやっぱり有効エッジ短いからもあるじゃないですか。それ以上にノーズテールの浮き上がりがあるせいだと思うんですよ、おそらく。はい、なるほどね。はい、もっとね、これ号泣乗ってるんですけど、はい、そんなに長く感じないです。自由度が高い。でもちゃんと抑えてくれるんです。そのエッジをこうかました時はしっかりこうカービング。ああ、いいですね。はい、小杉君にシグナスを持ってもらいました。どうでしたか？まず持った時の印象が、6.1 かっていうぐらいまず軽い。それはありますよね。と乗ると多分レクサスです。僕はレクサス乗ったことないですけど、レクサスですよね。もうこれレクサスですよね。もう一言で言うと振動が無です。おかしいよね。振動が無なんですよ。でスピード出してる小杉君、試乗ボードでエイペックスのゴールデンオルカ乗ってくれてるじゃないですか。あれとコア一緒で、C2 で同じマグナが入ってて、全然違いますよね。全然違います。エーペックスゴールデンの時はやっぱすごくトーションとかの反応の速さがもうすごくて硬い感じはあったんですけど、これはもうしなやか、もうザしなやか、もうザ C2 の盛り上がりね。マグネトラクションがギンギンに効いて、もうオートで曲がってってくる感じで、すごい。ありがとうございます。すごいです。出たーじゃじゃん。長っ、やばいやばい、もう上がりまくる。もうこれもうメインです。メイン見て、もうこれを買わないで何をリブ買うかもうこのボードのかっこよさが分かればリブが全部もう理屈いらないです。ドントシンクですよ。ドントシンクフィールですよ。やばい。有効エッジ152、有効エッジだよ。有効エッジが152だよ。やばい。そしてこのソール、やばい、超かっこいい。上がる。おお、やばい。ボー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 、やばー。もう優に身長を上回ってます。もうこのね感覚はやっぱ分かってほしいですね。楽しみです。乗ってみましょう。最高ですね。あのね、一言で言うとこれね、ニコニコできるもんね、笑顔になるボードと思うんですよ。ね、こんな感じどうですか。これはね、曲がれないと思ったんですけど、全然やっぱ楽しい、高速いってもう全然楽しいですね。全然いける、ジャンプもできる。どうでした？カービングのたわみとか、オーリーの時のこのしなりとかも、スローモーションなだけですごい。もうなんならちょっとバネあるみたいな。そんな感じですね。よよコーンってね。本来のスノーボードなんかもともと楽しさを教えてくれる感じで、このグラフィックね、やばいよね。そう、それでこのねブラックのスケルトンってスコッティ以来なんです。スコッティ・ウィットレイク以来のこのブラックですね。かっこいいですね。それでホワイトベースでブラックです。この髪色、そして僕的には昔一休さんとか知ってるんですけどもう昔のこのソールの色ね、このソールのこれはお客さんの中でこれ結構飾るっていうか言ってる人いるところで乗った方がいいですよね。乗った方がいい。乗った方がいい。ね、乗ってほしいですね。全然ですね。だけど注意としては苗場とか丸沼をベースにしてる人はちょっとできない、ボンドハンディできないからですね。これ廊下のゲームでもうガンガン遊んでほしいものです。いや、これ結構ね、いろんな音がめちゃくちゃ全部面白いでしょ。これ最高ね。ちょっとちょっと言い方あれですけど、逆枠かと思ったら、いや本当本当本命ですよね。もう本当もうね、さっきも外人がいていきなりもうリブじゃんとか言われて、歌うボーイとかね、いきなり来たね。これやっぱりやばいですね。こんな感じです。よし、こんな感じでした。はい、という具合で今日秘密のリブの試乗会を小杉君の方にやってもらったんですけど、いややっぱり。カタログで見るよりも、もう一言でカタログでも全部がいい。そして俺ね、マービンのこと信じてなくてごめんなさい。頭いいです。もうキャンバーと C3 全然違います。オルカがオルカのこの普通の C2 からディレクションのオルカ C2 になって、これも全然変わりました。嘘だろ嘘だろバカ林お前嘘だろと思ってる皆さん、もうぜひともこれね、試乗会に乗った方がいいですよ。もうね、乗らないとこ分かんない。もうね、言っちゃうんですよ。30年リブ乗ってるんですよ。それでも乗ってもらえないと分かんないです。皆さんもぜひとも乗って、このリブのマービンのこの楽しさを、そして忘れないの、ダックボーイチャップ皆さんも乗ってくださいね。ということで、もう今シーズンの試乗会絶対楽しいです。絶対皆さん行ってくださいね。リブ皆さん飲みましょう。よろしくお願いします。